はい、こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、こちらレアゴスティーニの週刊ワイルドスピードダッジチャージャー RT を作る、こちらの49号からですね、49、50、51、52まで、採用していこうと思います。はい、シャーシの方がね、ある程度できてきたので、次多分内装がしばらく続くのかなと思うので、やっていきましょう。はい、それでは49号やっていきましょう。49号は、シフトレバーを組み立てるということで、シフトレバーのパーツが入ってますので、これを組み立てていきましょう。で、まずは、この、センターコンソール。センターコンソールに、このシフトゲートですね。シフトゲートをここにセット。この取り付け穴の位置がね、ずれてるので、もうはまるようにしかはまらないので、はまるようにつけてあげて、で裏側からネジ AP を使って固定していきます。裏側からネジ AP を2本ですね使って固定。2本で止めてあげて、こういう形にしてあげます。そしたら次に、ここにこのシフトレバー、シフトレバーを裏から差し込んであげて、差し込んであげて先端に、シフトノブを取り付けます。ちょっとね、このシフトノブがね、プラスチック丸出しっていうのがちょっと微妙な感じだけど、まあまあよしとしよう。よいしょ。そしたら、次にこれを、前回入ってたこの内装のパーツですね、内装のパーツのここに取り付けます。で、ここの出っ張りがね、このシフトレバーを裏から押さえる感じになるので、抜けないように押さえながらここに乗っけてあげて、で乗っけてあげたら裏からネジ AP、 ネジ AP を使って固定と。これで一応このシフトレバーが、こう動くようになるんですが、なんかちょっと接度感がないのかな、接度感がないのがちょっと微妙だな。これ一回ちょっと外して、ちょっとふにゃふにゃなのがねちょっと嫌なので、ここ押さえて止まってるわけだから、ここにねこんなテープとかを貼っといてあげるとちょっとカッチリ感が出ていいんじゃないですか。こうして
まあ、今あったらマスキングテープですけどね、マスキングテープを2枚ぐらい貼ってみたんだけど、これで締め込んであげると、うん、ちょっとしっかり感が出ていい感じ。さっきのプラプラやったんでね、こう揺すったらプラカタ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 動くぐらいプラプラやったんですけど、これでちょっと渋みが出たんで、揺すったぐらいじゃ動かなくなりました。はい、これはしといた方が良さそうですね。まあ内装なんでね、そう滅多に触る部分ではないとは思うんですけど、まあ、ちょっとやっといた方がいいかなと思います。はい、そしたら次に、このフロアパネルセンター、フロアパネルセンターを、ここにセットするんだけど、これは裏から入れるのかな、こっちからだな、こっちから入れる。でまあ向きに気をつけて、こっちから入れてあげて、で裏からネジ AP を使って締めていくと。ここ閉めるときね、裏側シフトレバーが机に当たっちゃうんで、変に力入れるとシフトレバー折れちゃうんで気をつけましょうね。よいしょ、なるべくこう持ち上げた状態で閉めてあげるといいと思います。こことここ、はい、そしたらこれで、今回の、49号の作業は終了になります。こんな感じ。ちょっとねこれがねプラ丸出しなんがね、ちょっと微妙な気もしないでもないですが、まあ、とりあえずこんな感じで組めたので、今回の作業は終了になります。それでは50号の組み立てやっていきましょう。50号は消火器を組み立てるということで、車内に設置する消火器の組み立てになります。はい、というわけで入っているのは、まあ、消火器と消火器のホルダーですねが入っているので、早速組み立てやっていきましょう。でまずは、消火器の上と下をくっつける、上と下をくっつけてあげる、上と下、前と後ろどういったらいいかあれですけども、くっつけたら、ネジ AP を使って固定していきます。まあね、こういう車の場合、消火器積んでるっていうと大体まあドレスアップとか、まあ見た目的な部分っていうのが大きいかなとは思うんですけど、まあ実際レースに出る車とかの場合はね、必ず車内に消火器を積まないといけないっていう規則があったりするので、まあやっぱりそういうなんで、まあレーシーなイメージっていうのがあるんだと思います。まあ実際ね、外車の場合は実際に燃えるっていうこともねあったりするんでね、実際に消火器使うことがあったりっていうのもあるとは思います。はい、で、ここに圧力計を取り付け、圧力計って言ってもまあこのメーターの、モールドとかデカールとかはプリントとかはないんですけれども、これをつけたら、次に、この消火器ベースを、前回のこのフロアパンのここですね、ここに取り付けで、ネジ穴2つとピンが1個出てるので、それの位置を合わせてここにセットしてあげて、で上から、消火器を乗せる。で、消火器のこのレバーがフロント側に来るようにして
ここにセットしてあげたら、これを下から方の2箇所ですね。で、ネジ AP を使って固定。ネジ AP、あ、また使うのか。ちょっとこれと。こんな感じで消火器を固定してあげます。本当はここゴムバンドがなんか多分つくんじゃないかなと思うんですけど、とりあえず今回はまだ、付属してないのでこのまま置いておきます。で、次に、このプラスチックのこれはなんだ、アンカープレート、アンカープレートって書いてあるやつを、ここですね、ここに取り付ける。ちょっとこれが何なのかはよくわからない、まあ、何かを固定するんでしょうけどね。これを、こう向きやね。ここって何ついてたっけ、ノスのタンクとかかな。さすがに劇中のね、そんなところまではさすがに覚えてないですけれども、はい、こんな感じ、こう2つね取り付けます。はい、そしたらこれで一応50号の組み立ては終了になります。はい、それでは51号やっていきましょう。51号は、ペダルを組み立てるということで、アクセル、ブレーキ、クラッチのペダルを、シャーシに、シャーシというかフロアパネルに取り付けていく作業をやっていきます。で、やっていくんですけど、必要になるのが、今回入ってるパーツと、あとフロアパネルと、あとこのブレーキランプスイッチですね。ブレーキランプスイッチを取り外してくる形になりますので、この黒いスイッチですね、フロント側に配線したこの黒いスイッチを外していきます。で、まずはこれを、このパーツの裏側に取り付けて、これのパーツの裏側、ここの部分に取り付けていくんですけど、このままだとね、裏のこの端子が邪魔になるので、これをね、折らないように気をつけながらこう曲げていきます。一応説明書にどういう風に曲げるっていう絵が書いてあるので、それを見ながらやっていきます。見ながらプラス、まあ現物合わせしながらっていう感じがいいと思うんですけど、こうのこうのかな。で、一応説明書通りに曲げたら、ここにはめてみる。まだもうちょいか。こういう感じでね、ここにスイッチがこうスポット収まるように収まって、周りのこのピンとかですね、これと、干渉しないようにこういう形で避けてあげます。はい、そしたら、次に
次に、ちょっとこれ一旦避けといて、この上に、このスイッチ押さえ、スイッチ押さえのパーツを、この上に乗せてあげて、でネジ AP を使って固定。こんな感じで固定してあげます。そしたら次に、こっちを出してきて、まず、このブレーキペダルですね、この一番幅が広いやつ、ブレーキペダルを、ここの真ん中ここにセット。で、アクセルペダルがスプリング、ブレーキのペダルはスプリングがいりますね。このちっちゃいスプリング、あっこのちっちゃいスプリング、このスプリングを、ブレーキペダルのこのピンですね、このピンにこの穴に、ここの穴に入れてあげて、でこのピンがそのスプリングの中に入るように乗せてあげる。であとクラッチのペダル、クラッチのペダルもここにセット。スイッチが入るのはブレーキだけですね、ブレーキペダルだけになります。はい、ができたら、さっきスイッチをつけたこのパーツをこの上に乗っけてあげて、で裏からネジ CP を使って固定していきます。裏側なんで外れないように気をつけながら、ほら本当にこのネジの頭がねガバガバすぎてネジ信用しにくい。とりあえず1箇所止めちゃう、安心。裏からネジが4箇所ですね。こんな感じ、こんな感じで固定できたら、このブレーキを押したらこの裏のスイッチがカチッと押されるかを今の時点で確認しておきます。こういう感じね。でまあスプリング入れてるんで、スプリングこれ意味あんのかなっていう気もせんでもないですけど、こんな感じになります。でちなみにこれ今押してみて思ったんですけど、このブレーキのペダル、まあアクセルとかクラッチとかもそうなんですけど、これ全部プラスチックなんで、めっちゃしなるんで、あんまり力いっぱいグッと押すと多分ポキって簡単に折れると思うんで、気をつけてください。軽く押してあげてね、カチッカチッって言ってくれるんで、カチッって言ってからもグッと押さえるとグニュッて奥まで行っちゃうんで、折らないように気をつけていきましょう。はい、そしたらこれで今回の51号の作業は終了になります。はい、それでは52号の作業をやっていこうと思います。52号は、フロアパネルを組み立てるということで、入ってる部品がこんな感じになります。これを、前回まででやってるこれに、このフロアパネルに組み付けていくっていう形になります。はい、というわけで早速やっていきましょう。でまずネジが2種類入ってるので出しといて、で、サイドパネルなんですけど、これ裏面にね RL って、書いてあるので L が L、
まあ、L が L、それは当たり前ですね。L が L に付くように、取り付けセットして、下側からネジ CP を使って固定していきます。ここにセットして、で下からネジ CP を使って固定。で、こっちの反対側もつけていきます。はい、こんな感じ。こんな感じで左右にこのサイドパネルを取り付けたら次のページに行きます。で、次のページでは、これ、リア側にリアパネルですね。リアパネルを、フロアの下側に取り付ける、ここですね。ここに取り付けて、ネジ HP4 本で固定すると。はい、こんな感じ。こんな感じで取り付けてあげます。でね、これね、多分設計のミスなのかな。あのね、まあ一応専用のね、ネジ HP っていうビスでここ固定してるんですけど、このネジ穴の深さと合ってないんですよね。なんできっちり締め込んじゃうと、こうやって表側にね、ギュッて出てきちゃうんですよね、何箇所か。でちょっとこうやって発火してしまうっていうのがあるので、ちょっとこれは難ありですよね。ちょっとこれは問題ですよね。これで治るかな。治らんか。こうやってね、発火した時は、まあ上から塗ってしまうっていうのも一つなんですけど、こういうね、流し込みの接着剤とかを軽くチョンって塗ってあげるとちょっとマシになる。少し光ってるんでね、あれですけど、この上からね、艶消しとか拭いてもこの発火って消えないんですけど、一回こうやって流し込み接着剤とかを表面にチョンとつけてあげて、それから艶消しとかを拭いてあげると、これほぼほぼ分かんなくなります。なので、まあ一応参考程度にしていただけたらなと思います。こっちとこっちだとね、だいぶこの発火してるのは見にくくなったと思います。こう白くなってるのがね、こういう風になります。こんな感じ。はい、でまあ多分僕は最後これ艶消し拭こうかなと思ってるんで、まあ全部にねやっておきましょう。これでも良くないよな。ここって後からなんかつくんかな、なんかついて隠れんのかな、どうなんでしょう。隠れるんだったら別にいいですけどね、隠れないとしたらね、ちょっとこれよろしくないかなと思います。はい、そしたらこれで52号の作業は終了になります。で、次の53号では、ドライバーズシートを組み立てるっていうことで、なんかちょっとパッと見た目がちょっと微妙な感じなんですけど、ドライバーズシート、運転席、フルバケタイプの運転席を組み立てるっていうことになるみたいです。はい、これ確かシングルシートだったはずなんで、多分シートは
助手席、運転席しかつかないのかなと思うんですけども、事後をやっていきます。はい、なのでまた来週も作業やっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。